皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は木津川市城山台にございますサンリット B というペットと暮らせる賃貸アパートにやってまいりました。こちらのお部屋なんですが 1LDK のお部屋となりまして、こちら特徴的なのがこのようにアイランドキッチンタイプとなっているキッチンなんですね。そしてこちらのリビングもかなり広々としておりますので、ダイニングテーブルやソファーやテレビそういったものを置いていただいてもまだまだゆとりあるお部屋となっております。ではキッチンスペースのご紹介をいたしましょう。キッチンなんですがこのようにですね、広々としたシンク、調理スペース、そしてお好みのコンロを置いていただくスペースがあり、このようにレンジフードもかなり大きいものもが設置されておりますので、換気もしっかりとしやすい、そんなキッチンとなっておりますので、とっても料理の動線が作りやすい、そんなキッチンスペースとなっております。またこちらキッチンの隣のところにはですね、こちらこのようにですね、床下収納も設置されておりますので、調味料などもしっかりと収納でき、とってもいいと思いますよ。ではこのまま奥の洋室をご紹介いたしましょう。はい、こちら洋室となっております。こちらはですね、このように、ベッドなどを置いていただいて寝室としてご活用いただける空間となるんじゃないでしょうか。こちら面白いのがですね、こちら進んでいただくとこちらで収納スペース、そしてこちらウォークインクローゼットのように、なっておりまして、かなり収納スペースとしても、幅があってですね、収納力がとっても多い、そんな、収納スペースになっていると思います。そして先に進んでいただくとこちら洗面スペースがあるんですね。はい、こちら、室内洗濯機置き場、人気のシャンプードレッサーとございまして、こちらに洗剤などを置いていただけるように棚もございます。奥にはですね、追い出し機能のついたお風呂も設置されておりますので、とっても嬉しいかと思います。天井には浴室乾燥機も設置されておりますよ。そしてこちら、このまま進んでいただくと先ほどのキッチンリビングスペースとなっております。こちらのお部屋にはこのようにモニター付きのインターフォンも設置されておりますので、外の様子が家の中にいながらよくわかるので、とってもセキュリティ面も安心できると思います。そしてこちらの扉を開けていただくとお手洗いとなっているんですね。はい、このようにですね、考えられたお部屋、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお先では皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。